戦国バサラ真田幸村で特別衣装紹介。戦場に鬼の親子が現れる。赤鬼真田幸村。己の行く道を信じ突き進むのみ。青鬼真田信幸。またげぬ道は打ち壊す。持って先へと進まん。緑鬼真田正幸。お当お客人、ただみはご遠慮願いたい。鬼衣装で鬼に金棒。いざ三途の川を渡りきれ。新日本プロレスとのコラボレーション再び。こいつはセレモニーだぜ。伊達政宗が後藤博之選手大臣コスチュームで大暴れ。独眼竜よ、アラムシャとなれ。可愛いマスコットキャラが弁丸梵天丸を包み込む。弁丸幸村くん。僕はまだまだへっちゃらだぞ。梵天丸政宗くん。誰に喧嘩売ったのか。イベントシーンでは特別中の人仕様も採用。物の二つよ、時は来た。いざ戦場に備え舞い降りろ。戦国バサラ真田幸村伝。